ショットガン使おう。ショットガン使おう。ロックウッド使おう。弾足りんのか。一発で3人倒し合え。バケモン、バケモン。フライ。インチキを可能にするインチキをする。はい。気持ちよすぎだろ。やったぞ。はあ。絶対いるんだけど。ショットガンを使うときは敵より気持ち悪くなる必要がある。それはそうだ。間違いなく。キモ。今のやられたらちょっと。やべ。それ打ち合ってるところで横やりでポンってやられるのが一番腹立つからね。横から失礼するぞーだ。あい。強すぎだろこれマジで。ギャシップメントでどれだけお世話になったか。仮試練。いや、リロードしちゃった。次のハードポイントを得点。やべ。そうじゃん、俺これサブ盾じゃん。そうです。やうら。盾だけど取ってやったぜ。いや、本当はショットガンだけど。こっち俺いるから、そっちだ、そっち側。俺縦で見ることしかできないけど、よろしく。はっはっは。来いよ。一瞬息子になった。はっはっは。いや、これは気持ち悪すぎ。あれ、あ、やばい、助けて。中に来たか。あ、負けた。次行こう。そのテンポで私と勝負するかね。なんだ。やべ。あー、すげえ迷惑になったわ。いいじゃん。あー、もうショットガンも光るわ。光るわ。やっべ。仲間。私を撃つな、この野郎。あー、見えん。これやばすぎ。この武器なんで弱体されないんだろうな、もっとがっつり。うん、2発だからか。まかずでしょ。それ以上弱くしたら他のショットガンでいいってなる。それもそうか。まあ2発あれば十分。マーシャルじゃん昔の。それは無理。あ、ちょ待ってリロード。捨て身迫撃。よし出た。よし、天下宝刀捨て身迫撃。捨て身迫撃。誰もいないや。俺が行く。俺、敵もいなくなっちゃう。ギャ、いるわ敵、端っこに。あ、いる。ちょ、なぜ見えてる。敵が危な。フラウンか。これもうエイムしてないとレーザー丸見えだからな。エイムしないとダメだ。あぶな。マジでビビった。味方の UAV が旋回を始めた。トロフィー任せろ。任せた。盾を構えない。
盾を構えて。ショットガンを踏まえて。エリアに入るとショットガン楽しめないんだよな。一回行こうかな。知らん。やべ。次のハードポイントを確認する。なあ。何？うわ。危なかった。きちきち。え、マジで今の一発素晴らしい。あ。スナイパーにショットガンで勝てる気持ちよすぎだろ。マジか。俺がスナイパーだ。偵察飛行を要請する。もう一回ステミ迫撃しようかな。取られたら。俺ステミショットガンするわ。ステミショットガン。よし。ステミじゃなくてもできた。V トールゲットレッツゴー垂直にレンスナイパーライフルとか斬新っすね。弾がなくなってきた。やべ武器くれ。やっべ。この垂直2連ショットガン最強っすわ。迫撃砲呼んどこ。あ、弾薬ボックスじゃねえんだ今回。なんでそんな必要以上に弾薬ボックスばっかり持ってくるの。ん？いや今弾なくなってさ、弾薬ボックス出そうと思ったんだけど、トロフィーだったのに。やっべ。あれ、それは賢い。なんだこれ。弾薬ボックス使うよ。そうかな。うん、いやー、楽しかった。楽しかった。ショットガン使った瞬間もう IQ50 ぐらいになっちゃう。IQ50 あ、でも今モニターをブルーライト軽減にしてることによってちょっと敵が見にくいかもしれない、うん、それはなんか他の設定で頑張ってる。ターゲットエリア確認。ターゲットエリア確認。ああ、これここでいいのか。そこ登れるの知らない。我々がリードしてる。あれ？敵来ないぞ。めっちゃ狙われてる。え、ああ、それ俺。それ俺なんで俺なんで紛らわしい。あれ敵は圧縮する。あ、いた。
ボケっとしてた。お前ちょっとボットみたいなところにいないでよ。いや、俺が今2人とも眩しくしてあげたんだ。眩しく、あ、そういうこと、ね、そういうこと。ボットとか言うなよ、眩しいんだよ2人とも。だってそれまんまだったの。はあ、強い。こんなもん自分の場所がバレようと関係ない。エフタクリーも俺は喜んで姿をさらけ出す。ハゲ、ホーゲット。V トールゲッツ。リロードする。ナイス。ちょっともうしばらくこのモードだけやろうかな。ハマった。あどうしても自分の迫撃砲で死んでしまうんですよ。どうしたらいいかな、これ。それ自分に問題があるじゃん、明らかに。自分の迫撃砲に突っ込まずにはいられないんだけど。どうしよう。アップ。やべ。おお。一回に敵がいたんだ。こうなると見えないな。あ、よし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 。あー、もう。うわ。あー、さよならハリア。さよなら。スナイパーいる。スナイパーもレーザー出るんだ。スナイパーの優位性ある？このモード。スナイパーをわざわざ使う意味がないな。どう見えてんだスナイパーは。あ、普通にスコープじゃん。それは従来通り。うん。RPG か。イエーイ。普通のサイトエイムだったら言い訳しとこう。ダメです。あら、いまいち何狙ってるかわからん。おー、ひどいリスポン。あのレーザーエイムあんま好きじゃないよ。いや、大好きだけど。マジでむずい。エフタクリーコン使ってみ。飛ぶぞ敵が。使ってみ。使ってみるかじゃん。あ、待って、これカスタム保存してねえんだよな。敵の攻撃を受けてる。それは心配するな、援護は任せろ。なんかな、 BF、まあ、ここロハ、モチーフはロハンオイルだけど、BF3 にこんな感じのマップあったんだよな。リロード中だ。そうなんだ。アルメドさん、身を隠せ。いる。M6を投げる。あ、間違った。あ、ナイトビジョンってここで外せる。ナイトビジョン外したら何も見えんじゃん。うん、マジで何も見え。何も見えんじゃん。ナイトビジョン外して縛りプレイやってほしいわ。えぐすぎ。そっか、これ外したらレーザーも見えんか。何も見えん。エフタクリーコ。そう、エフタクリーコ。どうだろうこれ。This is 強そう。グレートウェブ。わーお。
ワンチャンありかもしれん。ワンチャンとかじゃなくても。ありなの。ありよりのあり。え、待って、ありかもしれねえ。ありだよ。ありかもしれねえ。あれ。明るいところ見えないな。本気でありかもしれねえ。ありだっつってんじゃん。このレーザーサイトエイム単発銃と相性いいもしかして。そう、相性が。相性しかない。相性いい。そのためのレーザー。強い。強いっていけるじゃん。ハードポイントが移動した。確保するんだ。こんな使いやすいか。そんな使いやすいんだ。遠距離ちょっと厳しいな俺。中近距離負ける気がしねえ。これでもう敵がクソがよって言いまくる。クソがよ。UV UAV オンライン。総がよ量産武器だ。やばいな。あー何かで死んだ。なんだ見えん。見えん。まれ。なんだどこにいる。いた。くそったれ。間一発だ。おお。いやー抜群の相性。このセクターに敵の UAV がいる。襲撃されてる。ロード中だ。わあ、マジか。遠距離すぎるの本当にむずいな。そんなことはない。あ、マジで苦手。ちょ待って。敵ポジに行け。あ、なんだこれ。次のハードポイントを確認する。こうさ、暗くてあんまりよくわからんのだけど、意外と広い。広い。つうか、それなら俺これ、つけてるレーザー変えよう。上空に敵の UAV だ。どれだっけな。これレーザーにレーザーつけてるなんて装備だったらどうなっちゃうって。レーザーが上書きされて、俺今 青いビームになってる。あ、本当だ。青ビーム。最強武器か。最強武器だよ。しょうがの、今シーズンこのモードでバトルパス上げようかしら。やばすぎる。一番効率いい気がしてきた。あれ？あの、敵じゃん。敵や。敵じゃん。ハードポイントは危険だ。エリアを確保する。あと4ポイント。やばい。上空に敵の UAV。超。遠距離も本当に苦手だ。いただき。待って。ミッション完了だ。よくやった。クラスターマイン。どれがクラスターマイン。